超低出力ローパワーの、基数の少ない、フロントピックアップということで作ってみました。で、今回は、アコギとの演奏比較になります。で、当然フロントしかないんで、フロントで、音はクリーン、クリーンになってます。で、この状況で、アンプの方の音量レベルは1時ぐらいなので、で普段やってる場合ですと大体、10時ぐらいですから、かなりこう音量を上げた状況にはなってます。ただ、ノイズはやっぱり巻き数が少ないんでとても低いです。触っても触ってなくてもほぼ変わらないくらいという状況です。で、ちなみにターン数は3500ターンで 1.1 ヘンリーというふうな値になってます。ちょっと弾いてみます。こんな感じになってます。で、アコギを弾いてみるとどうでしょうか。こっちのアコギは、K アリの普通のサイズになります。ちょっとチューニングが低いですけれども、こんな感じです。当然アコギなんで、きなりというかエア感がかなりありますが、それを差し引くと結構こっちのやつも近いんじゃないでしょうか。これ以上スローパワーにしてしまうと、もう高音が出すぎる感じなので、こんなもんだと思います。ちなみにこいつをこのままで普通のギターにつなげると、これぐらいの音量になるでしょうか。ということで。これぐらいの音量差っていうか出力差があります。
というわけで、まあ大体狙い通りの感じの音になったんではないでしょうか。最後にちょっとついでに歪ませてみてどんな感じかというのを見てみます。